カリフォルニア在住の映画評論家、町山智博さんに、海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。 先週は、いちこという邦画をご紹介いただきました。うん、こちら、はい、いちこという女性の物語で、恋人からプロポーズを受けた翌日に、いちこが突然失踪するところから始まる物語で、うん、でかみちゃんも私も見てまいりました,、はいました。どうでしたいやあの私は公開初日に、戸田監督の舞台挨拶がある回で<ー>あの、運を見に行けたんですけど。はい 私はそのいち子が置かれた状況の人のこととかをまあ考えたことがなかったというかこんな問題があるんだっていうすごい初歩的なところから始まったんで戸田監督が描いた意味みたいなのをすごく考えさせられましたねしその戸田さんって以前あの舞台でもねあのいち子のことを描いてたりとかあと「名前」っていう映画 出されてたりとかして、はい、なんかそういう方への,この問題提起じゃないけど、うん、社会に伝えたい思いっていうのをすごく感じました、うん、でもねなんかいろいろそういう問題っていうのはねもうすごく何を言えばいいか分かんないんでっていうぼかし方しちゃいましたけどそうなんですけど日本独特の日本とね台湾と中国にしかないのかな昔韓国にあったんですん韓国は確かになくなったと思うんですけど、うん、まあ 具体的には言わないんですが、はい、家制度みたいなのがあって人が生まれてくるときにどの家に入るかっていうのを決められるんですよそれらの国では。<え>ね、でその場合にまず個種という問題があって、うん、で要するに家にはその、まあ、リーダーがいるっていう決まりがあるんですね。ここれれあるのね本本当に世界中中で日本と中国と国それこそ 本当にそこの辺の国だけなんですよんでなんかそこの国にもそんなことはないんですんしかもその部分の問題もですけど、ね、なんかこうすごくさらっと、はいまあ、妊娠して出産して人間が生まれるっていう、はい、その段階を踏むときにやっぱりその行いできるのは女性の体のみでできるから、はい、そこへの負担っていうのが本当にでかいんだなってことを分からされたというか。はいはいう 男性にはないんですよね。うん、それはね。うん、女性だけがそのね、まあなんというかまああんまりネタバレにならないように話しますけれども、団、うん、を背負うことになるんですね。うん、はい。ええただこの映画はその一子っていうのはその社会問題を裸にこう訴えるような映画ではなかったですね。そうですね。うんうん、なんか私はこう見ていてやっぱりマイノリティー。はい の属性を持つ不幸なファム・ファタルとそこにこう翻弄される男性たちっていうところに見えてしまった部分があってそこはうーん、はい、って思ったんですけどうん、うん、でも俳優さんうん,、うん、んかその物語を、えー、駆動させるために、はいえー、属性をスポイルする部分があるのかなって。 というふうに見えてしまった部分が、私にはちょっと、してうん、うん、杉咲花さんの、はいまあ、キャラクターに、まあ、なんというか、夢中になる女男性たちがいてっていう話の部分ですかうんうん、うん、そうですね、なんか、うんうん、ね言葉選ばなきゃいけないけど、はい、美しいから助かってきた部分があるみたいなねうん、うん、のは、私も。 思ううとところがあるといいかかそ、うん、それだけけじゃななんんですけどねのやっぱりこの映画が社会問題を声高にえと問う映画ではないからこそそのえ主題となっている問題とその作家のオピニオンみたいなところにどれぐらいこの距離感があるのかなっていうところでちょっとうーんって思った部分はあっ で,すけどでもやっぱり俳優さんのお芝居もすごく良かったですしちょっとあの懐かしい邦画みたいな、はいえー、画面作りっていうところも面白く見ました。 はい、あと、エンドロールで流れる BGM の意味みたいなのを、はい、まあ監督との質疑応答で、はい、あの質問された方がいたので、<ー>直接聞けて、はい、まあちょっとそれ、ネタバレになっちゃうんで、今は言わないんですが <laughs>、はいあの、見られる方はエンドロールまで見て、そのどういう音が流れていて、はい、どこから違う音になったかとかを注目すると、はい、よりその一子が背負った宿命とか悲しみみたいなものが最後まで。 楽しめるんじゃないかなと思いましたあれね、まあエンドロールで、まあある、まあ歌が聞こえてるんですけど、途中からなんか変な音が聞こえるんですよ。ええ。変わというかね。というね、えっていうところでね、まあ、これ以上言いませんけれども。皆さん本当に作品見て何思うかはいろいろありますけど、お芝居が良すぎる。 杉崎花さんと若葉竜也さんと。はい。あと北くん役のね、森永裕ちゃん。この三人、私はもう。同率一位みたいな感じで、かなりグッときましたね。北くん良かった。私は北くんはね。菅野さんのためなら。僕は死ねるっていう男でしたね。そうでしたね。ね、もう俺泣きましたよ、ちょっと。ああ、泣きました。うん。 ね、そうまあいろいろとね、まあもう強烈な映画ではあったと思います。本当にね。はい。現在公開中の一コ、ぜひまだの方はご覧ください。はい。はい。ということで今日ははい今日はですね来週12月22日の金曜日から公開される日本日本ドイツ合作映画パーフェクトデイズを紹介します。はい。はい。 今かかってる曲はですね、はい、ルーリードーという、えー、人が歌ってる「パーフェクト・デイ」という歌でね、はいえー「今日は本当に完璧な日だな、ねうん、昼間から公園でサングリアを飲んでるんだよ」っていう歌なんですね。うん、このゆったりとした、ねあのーまあ、仕事のない日に公園とかを散歩しながらちょっとほろ酔い気分でという、うんうんうん 歌なんですが、この歌の雰囲気で、ゆったりと時が流れる映画がこのパーフェクト・デイズという映画なんですが、うん、はいこれね、役所広司さんが主演で、えー、カンヌ映画祭で主演男優賞、どういう映画かと言いますと、あこれ、監督はですねビム・ベンダースというドイツの監督です、はいベルリン天使の歌とか、パリ・テキサスの監督なんですが、はいで どういう話かと言いますと、うんえー、渋谷区の公園にある、えー、まあ、公衆トイレを掃除している60代の男性、役所工事さんの毎日を描いた映画です。<ー>うんはい、で、なんでそれをビム・ベンダースっていうドイツの監督が撮ることになったかと言いますとですね、はいえー、これ、なんかあの、TOTO っていう、まあ、トイレの会社がありますね。 それとユニクロでやってるプロジェクトで、東京の渋谷とかの公衆トイレを、ハイテクでですね、きれいで、えー、まあすごく最先端のものにしていこうというまあプロジェクトがずっと行われてるらしいんですけども、はいはい、僕、行ったことないんで知らないんですけど、そうですかありますよ、あのー、入ったらん、なんかパッと見透明なんだけど。 入ったら薄ガラスになるとか。はいうん、なんかね、確かに綺麗なトイレ増えてきましたね。ね, <laughs> ね、なんかできるたびになんとなく賛否両論が起きたり、なんだりしてるんですけど。その透明なトイレって怖いですね。そうなんですよ、ね <laughs> ね。あ本当だ。あの、そうそう今ちょっと手元の資料にあるんですけど、渋谷区でいろいろそのデザインを凝らした、はい。 トイレが増えてるんですね恵比寿の駅前もね真っ白い四角いオブジェみたいな感じなんだけどさんが作ったトイレだりとか<ー>私は正直パッと見でトイレって分かりづらいから、うんうん、本当にやばい時どうすんのよっていう思いがあるんで <laughs>、うん、初見の人が分かる方がいいんじゃないかなとかは思うけど。うん あ綺麗になるっていうねことに対しては嬉しいなとかも思うからいろいろ賛否あるイメージですね。ああ透明なトイレってなんか電気が流れてる間透明じゃなくて透明じゃなくなるんでしょうけどねえそれ停電したらいきなり透明になっちゃって大変ことになるような気がしますけどわかんないですけどどういう仕組みなのかね。そのののプロジェクト宣伝ために短編映画を 作ろうとして、えーえー、そのトートーがね、うん、はいでビームベンダースに声をかけたらこうまあいろいろ企画していくうちに長編になっちゃったっていうのはこの映画らしいんですよ。えー、はいでねまあ今ね後ろでね「あのドッグ・オブ・ザ・ベイ」というオーティス・レーニングの歌がかかってるんですけどこれもね一、うん、日中何にもしないで港であの打ち寄せる波をぼーっと見ていたっていう歌詞なんですけど。うん そういう歌ばっかりかかるんですね、この穏やかな、牧歌的な感じの曲ばっかり。穏やかな、安らいだ曲がかかるんですけど、ね、でもある種、一種、なんか人生に対する諦めみたいな歌がね、うんえー、次々と選ばれてかかるんですけども、うん、これはその、役所孝二さんがね、いつも聴いてる曲なんですよ、映画の中では。はい。で、彼はですね、平山という役名で、 えー、ちょっと下町の方の木造アパートで一人暮らしをしてて、まあ、家賃それこそれほど5万円ぐらいのね、毎日渋谷まで車で行って、その,その車で行く途中で、カーステレオで、カセットテープで、うんえー、昔撮った、こういった昔の渋いロックを聴いてるっていう設定なんですよ。うーん セットテープってわかります？わか,かりますよ。でもあんまりリアルタイムで使ってないよね、正直。 学校で使ったりとか、お家で音楽聴くためには、あまり使い。使い方は分かるぐらいですね。分使い方は分かる。はい。どうやってこう差し込むかとか、その辺は分かる。A 面、B 面みたいなのは分かります。あと、巻き戻したりとか、聴きすぎるとこう伸びちゃったりみたいなのも分かすそれは分かる。はかります。もうすごくね、このギャップがあるんでね、いろいろ注意しながら話してるんですけど、はい。でね、 そのまあ毎日いろんなトイレ、もうすごく珍しいトイレをこの平山さん、役所工事は掃除してるんですけども、うん、基本的にあんまり何も起こらない映画です。へ<ー>はいなのになの、それがね、なんか、すごくね、なんて見ててこう、ほっと安らぐ映画なんですよ。うん、ねで、えー、まあその彼の舌で入ってくる、その。 柄本時生さんが全然働かなかったりとかいろいろあるんですけども、うんえー、あとまあそのカセットテープを見てねこれ今払ってるんですよって言うんですよ柄、うん、本さんが。あっ確かに,確かにあそうかそうかちょっとレトロブームじゃないけどリバイバル的な感じで、はい、カセットテープに QR コードとかつけてウェブ上でも。 カセットテープ再生する機会なくても聞けますよで売ってるアーティストとかは見ますね。あえてカセットテープを新しい新譜としてリリースする人もいますね。あそうなんだ。僕全然知らなかった。はい。はい、そういうこと言われて役所広司さんはびっくりして、えー、っていうところとかあったりね。うんえー、うん。で、この役所さんは仕事が終わると、その浅草の、浅草駅の地下、銀座線のところの地下に飲み屋街が,があるの知ってますはい、はい、知ってます,ます、知ってます。はい ね、あそこに行ってこう野球中継とか見ながらちょっとつまみを食べてで,で銭湯に行ってそれで家に帰るっていうね,、えー、いいねそういう日々を繰り返してるんですよ。うんうんね、であ日曜日になるとその、まあ、散歩しながらこう古本屋さんで文庫本をあの100円均一とかあるでしょはい、はい、店の前にあ,、ねね、あれを買って読んでとかね何もしない基本的に何もしない。 人としてて、えー、生きてるんですすすけど、うん、すごく幸せそううに見えるっていう映画なんですよんでよねこれね、さっきからかかってる曲っていうのは、これ今、キンクスっていうあのイギリスのバンドの曲がかかってるんですけども、うん、これね、実はデム・ベンダースの長編デビュー作で使ってる曲なんです。へぇーあ、そうなんですか。 ビン・ベンダースという人はドイツで、えー、と70年に「都市の夏」っていう映画を撮ったんですけれどもこれの中でずっとかかってるのはキンクスでこの曲がかかるんですよ。えー、でそのベンダースっていう人はずっとそのちゃんとしたそのなんていうのかな会社に入ったりしないで、うん、なんとなく日々の、えー、ギリギリの生活の糧だけを得ながらふらふらと。 生きててている人人人たたちをを主人公にしてずっと映画を撮っとなんですよ、うん、でだからまさに原点に戻ってるんですね今回「パーフェクト・デイズ」で。で彼はその「ベルリン天使の歌って映画でものすごく有名にはなったんですけれども、うん、あれも結局その天使の話で、うん、実生活の人々の生々しい生活の中には飛び込まないで上から見てる人たちの話だったんですよ。うん、で常にその、えー、生々しい例えば 結婚とか家庭とか仕事とか、そういったものの中に入らないで生きてる人たちのことばっかりを描いてきたんですよ、彼は。メ、えー、ンダースは。で、役所広司さんもそういう人で、見てるうちにだんだん分かってくるんですけど、彼はどうもすごくいいとこのお坊ちゃんだったらしいんですよ。うん、で、非常にその教養もあって、こういう英語の歌を聴いてるんで、どうも英語もわかる人らしい。 その企業社会とかそういったものに入れなかったのか落ちこぼれたらしいということがだんだん分かってくるっていうんで彼はおそらく何か大きい、まあ、失敗をしたのか挫折をして、うん、このまあ社会の歯車から落ちこぼれたんだろうとういうことが少しずつ分かってくるんですけども、えー、ただね、ねこの中でね彼の一番その幸せになる瞬間というのが出てくるんですね。うん、はい あの、役所さんが<っ>それ。ちょっとお金が貯まるとね、うん、ある小料理屋さんに行くんですよ。<う>そこにはね、すごい美しいね、えー、おかみさんがいて。えーはあ、ものすごくうまい歌でカラオケを歌ってくれるんですよ。いいですね。これね、石川さゆりさんなんですよ。わあ、すごいなぴったり。<laughs> いや、えー、<laughs> 石川さゆりさんがいる酒場、坂は、 石川さゆりさんがいる坂までさカラオケで歌歌ってくれたらそれこそ一回100万円とか出す人もいるような世界ですよリアルだったらそんなとこねえよと思いましたけどでも普段は地下でちょっと飲んでってしてる彼がってことですよねそうなんですよびっくりしましたよ僕アメリカで映画祭で見てていきなり石川さゆりさんが出てきたからえっと思いましたけどかっこいいですね夢になますね でね、彼女が歌う歌がね「ね、うん、朝日のあたる家」というねアメリカの昔のブルースを歌うんですけども、うん、それを日本語で歌うんですね。<laughs> それがねこう男に騙されて、うん、で売春宿に売られた女性の歌なんですね。うんうん、で「私みたいになっちゃいけないよ」って歌うんですけども、うん、あ演歌というのはやっぱりブルースなんだってわ、ね、かるんですよそれで。うん うわと思わせるんですけど、ね、でこんなところで石川さゆりの歌を聴いてるのかっていうねす,すごい上手いんだろうなすごいすごいんですよ、ね、そのシーン、ね、絶対見たいですよねそうでもそんな人が街でこう,こう料理はやってないですよ何 <laughs> ね、なんなんだと思いましたけど、ね、ただまあこの映画ね見てると本当にねこう もう僕はね、うん、まさか自分がこんな映画を見てね幸せになると思わなかったですねへえそれは何か昔だったら違うかもってことですか、はい、全然違うと思いますよん,なんだバカ野郎もっとロックしろよみたいに思ってた人なんででもでもやっぱり年齢的にねこれはね本当に60代の人とかにはしみじみとしみる映画になってるなぁと思うんですよねう ただやっぱりね、大きな問題というのもあって、これは要するにまあそのトイレ会社がお,お金を出して作らせた映画なんで、ね、え本当のトイレ掃除にある本当の怖い問題ってのは出てこないですね。へ<ー> <laughs> うん、あくまでもその 企業からお金が出資されていて作られた作品ということで、はいそ,そ,そ,うん、それは一つあるんですよ、えーね、だからすごく幸せなことしか出てこないんでうんでも本当はトイレってトラブルいっぱいあるはずなんですよねまあそうですよね公共に開かれた個室っていうところが、ねうん、そうなんですよねそれはあるはずなんですけど本当に優しい幸せな瞬間しかこう出てこなくて、えー、まあほっとしましたけどねだからね、えー <laughs> うわーって、ああいうことが出てきたらどうしよう<ー>と思いましたけどね、トイレのの掃除の、えー、話だっていうんでだからこそ穏やかな作品になってるんだけどって感じですすねそう,そうなんですよ、ね、んあとまあもう一つの問題は、こういう高齢者の人がこういったまあ清掃とかをしている。はい 現状ですねで今その実際その60歳65歳以上の人たちの、まあ、すごく労働率が高いんですね日本は、はいうん、で60歳過ぎると会社でもその会社に残ってたとしても、うん、まあ65歳まで5年間しか残れないんですけど、うん、えまあ給料半分されちゃうんですね再雇用ですよねそう再雇用になってねで,でもそれでも働かなきゃならないって っていうのはやっぱり年金がものすごく安い、うん、ね、えー。年間70数万円しかあの国民年金だと出ないしそれも今65歳からでそれを70歳まで引き上げようとしてますよね、はい、だからみんな働いてるのは本当はお金がなくて仕方なく働いてるのに、うん、この映画だと楽しいから働いてるみたいに見えちゃうの うんまあ、もちろんね働くのが好きとかうん、うん、そういう方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけど、はい、じゃあめちゃめちゃ潤沢に年金あったら、うんはい、好きなことしまくらないかとも思いますもんね。ね自分のまだその立場じゃないからです、ね、ですしっかり理解できないんだけど、うん、そうなんですよだその辺の問題とかあと逆にその、えー、こういうのを働く人たちこういう、まあ、清掃とかをする人たちがものすごく、うん ん本当は働き手がもう<で>そうなかなかないんですよ。うん、そ,うそれまあ人口がねへ減ってて、まあ、少子化のせいでもあって、うんうん、それこそ外国からそういった,いった人たちをです、ね、雇わなきゃならないにもかかわらず日本って最低賃金が安いから、うん、外国の人も,もう来なくなりますよね。ね<ー>他の国の方全然いいですからね。ね そういった問題もあるんですがまあビン・ベンダースさんはそういうところはドイツ人だから <laughs> 日本人の問題なんで知らないよといとこてで、えー、置いといてで自分自身のねあのー、ずっと今まで作ってきた映画の路線ではやってはいるんですけども、うんはい、ただね、ねこの映画で僕すごく発見したことはね、はいえー、ちょっと聞いてほしいんですけど、はい、金信幸子さんっていう人の「えー、青い魚」という曲を流すんですね。はい、うんはい でこの人は、ね、70年代の初めに出てきた日本のシンガーソングライターで、うん、もう歌詞とか素晴らしくてですね、うん、もう天才って言われたんですけれども、うん、その後アメリカ人と結婚して日本を去っちゃったんで、うん、あの活動してなかった人なんですよ。<ー>でこれ細野晴臣さんをプロデュースしてます<ー>はいで最近になってあのまた復活して、うん、ライブ活動とかされてるらしいんですけども<ー>はい。 でそれをね、ここでね、えー、まあ使ってるんでね、ビンベンダスす,すげえなと思いましたね。<ー>はい。で、本当にね、ちょっといい歌なんで、青い魚って歌で、まあぜひ聴いていただけるといいかなと思います。はい。はい今日は、来週22日金曜日に公開となる映画、パーフェクトデイズをご紹介いただきました。松山さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。した以上、アメリカ流れ者でした。